ラストを飾っていただきますのは GRES 仲見世バルバロスです。1980年に結成し、今回で39回目の参加。活動拠点は東京のチームとなっています。そして活動拠点、東京地元浅草でございます。さあ皆さん、応援のほどお願いします。こちらのパレードテーマはエウソウバルバロス、40年変わらぬ情熱、未来への後悔。バルバロスは皆様と共にこれからも浅草の歴史を刻みます。ではチームからのコメントのご紹介です。仲見世バルバロスは第1回浅草サンバカーニバルに参加するために、ここ地元浅草仲見世でお祭りの会である最高会の仲間を中心に創立したサンバチームとなっています。今回は40周年を迎えて初めて参加するカーニバルで、テーマ曲はバルバロス40周年です。この曲はバルバロス誕生の経緯と、40年にわたり応援してくださった皆様への感謝の気持ちを歌っています。沿道でご覧の皆様も一緒にお楽しみください。さあということで、沿道の皆さんも今までたくさんの応援をいただき、お疲れのところかと思いますが、ぜひ最後のチーム、ここ東京浅草を拠点に活動しております GRES 仲見世バルバロスに、どうぞ全力の応援をよろしくお願いいたします。
警察、警備員の指示に従い、お通りをお渡りいただくようお願いいたします。